とんだことになりやがったぜ。一刻も早く教皇のままでたどり着かねば。俺たちの中でたどり着くのか、一人だけでもいい。その一人がお嬢さんを救い出すんだ。第一の級は白葉級、守護するゴールドセイント。ムージャミールのムー。そうか、白葉級とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが先を急がせてくれないか。待ちなさい。サンクチュアリでこの先にあなたたちを食い止めるべく、増強はもとより強大なゴールドセイントまで待ち受けています。彼らの戦い方も知らずに進むつもりですか。大丈夫だ。俺たちは何度も辛い戦いを乗り越えてきたセイント。気遣いはありがたいが、戦っていけるはずだ。わかりました。あなたたちは視線の中でコスモを燃焼させ、勝利をつかんだ。です。あなたたちを1と考えている。ゴールドセイントとは、10倍も20倍もの隔たりがあるのです。そのことをよく覚えておくことです。キキッ、聖夜たちにクロス。ムーの修理してくれたクロスが生命力にあふれている。ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい。ゴールドセイントは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄。究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。時間がない、行きなさい。肝に銘じておくのですよ、セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させたものが勝つのです。